皆さん、こんにちは。カノンチャンネルのせーの、カノンです。聞いておくれ。怖いことがありました。なんで今日は、最近あった恐怖体験と、過去にあった別の種類の恐怖体験、お届けしたいと思います。それでは行きましょう。シュッて。うわ、トムヤンくんラーメン食べたんやけど。わかるかな、これ。1、2、3、4。マジ汚れとる、やば。まず一つ目なんですが、YouTube をやっていると企業さんから自社の商品を紹介してほしいっていうタイアップのお声掛けのメールをもらうことがあります。で、その中で私が実際に使ってみてね、あ、いいなっていうふうに思ったもの、あとは視聴者の方たちにも役に立つものとかっていうものを厳選してやるんですけれども、ちょっと前とある一通のメールが届きました。そのメールの内容、コンバースっていうふうに書いてあって、添付されてるファイルがあったから、それも一応目通そうと思って私開いてみたら、ダウンロードしなきゃいけなくって、大手だからそういう厳重なんかなっていう風に思って、特に何も思わず私でダブルクリックした時にね、突然ピコンと警告が出たんです。そこに書いてあったのは、このファイルはコンピューターウイルスに感染しています。うわ、やば、怖い怖い。これ私コンピューターウイルスをさ、自分で入れたってこと。そういうソフト入れてたからよかったけど、これ入れてなかったら、え、このパソコンどうなってたのって思うぐらいマジ凍りついたよね。で、あ、このファイルまず消そうとするやんか、削除しようとするの。でもね、このファイルを触ることのできる権限がありませんとか書いて出てきて、削除できないっていうふうになったわけ。それで私もね、速攻フォルダの権限の変更の仕方っていうのを調べてやってみたので、権限私になってたの。それでも消すことができなかったんです。どうしようみたいな。普通にいわゆるネットショッピング、頻度は多くないけどするからさ、私小学校の時にパソコン触ってたらさ、コンピュータウイルスが感染したっていう警告がいろいろ出て、結局それを直すためにお母さんがパソコンのプロを呼んで、確か3万円とかで直したっていう経緯があったからさ、うわ、3万円飛ぶのかっていうふうに思いながら、まあその日寝て、もう意を決してパソコン立ち上げて削除してみたら、あっさりできたわけ。何だったのみたいな。ほんで私そのメールに返信してみたんです。で、ちゃんと読んで返してないだろっていう返信が返ってきたんですけども、コンピュータウイルスに感染してるっていう警告が出たから、ダウンロードしなくてもいいファイルを直接送ってほしいっていう風に言ったら返ってこなくなりました。ほんでよくよく思い出してみると、数ヶ月前にも違う別のメーカーの名前を題してメールが来ていたんです。それがキャノンでした。ほんでいろいろ考えれば考えるほどマジ凍りついていくのがさ、そのキャノンから来たメールも同じような論調のメールにダウンロード式のファイルだったわけ。その時にダウンロードしたそのキャノンのファイルはそういうのなんか検出したとかなかったからよかったんだけども、でしかもね、そのメールの差出人どっちも一緒なわけ。これ言ってもいいのかな、ちょっと違った場合怖いから、どうしようかな、ちょっと伏せようかなと思うんだけど、みんなが知ってる韓国の有名な企業の名前ドットコムだったの。そういうメール本当に送ってきてるのかもしれんけど、いや、そうじゃないかもってふうに思うのがさ、そもそもね、私使ってるカメラはパナソニックとニコンなんです。他にもオリンパスも使ったことあるし、まあ、GoPro とかインスタ360とかも持ってるんですけど、キャノン、私一度もさ、名前カノンだけど使ったこともないのにメール来るかなってまず思うわけじゃん。大企業 .com からメール来てるけど、そういうなんか詐欺のメールだったのかそうじゃないのかわかんないけど、これに関してはまだ謎のままではあります。本当にダウンロード系のメールは怖いなって思ったし、ちゃんとブロックしてくれてありがとう、マジで助かったよね。二つ目、アメリカの大学に通っている時、当時バレーしてる人リスペクトだったから、バレーしてる人たちってなんかその足の甲を作るためにテニスボールとか踏んでるらしいの。その足になりたくって、ある日私は友達を自分の部屋に連れてきていたんです。確か本を読んでいたのか何かをしていた時に、読みながらテニスボールを踏もうと思って部屋見渡したら、友達の後ろにあったわけね。でその子に、私テニスボール取ってって言おうとした直前に私の後ろでポトって音がしたの。おや、後ろ見たらテニスボールだったの。あれ、え、今テニスボール投げた、触ったとか言ったら、え、何、触ってないけどとかって言っててさ、おや、スーパー頭にクエスチョンマークが飛び交ってですね、てかいろいろ考えたら、友達がそこにいるからさ、動いてもやっぱりコロンコロンっていうこっちになるわけで、後ろからポタっていう落ち方せんくないみたいな、他にいないのにみたいな、ちょっと思うとね、もうそれ以上考えるのやめてですね。だけどよくよく考えてみるとね、テニスボールってそもそも踏むものではないなっていう風に思ったらさ、そんな使い方するんじゃねえって、テニスボールの逆襲だったんではないかと私は思っておる。踏むなと。でそれ以来ね、テニスボールは踏まなくなりました。3つ目、これもまたアメリカの大学生時代になるんですが、大学時代私は自炊をしておりました。やっぱり日本人であるとね、ご飯が恋しくなると。でアメリカにはジャパニーズスーパーマーケット、グロスリーストアが結構たくさんあって、お米も売ってると
と。しかし炊飯器がない。だからお鍋でご飯を炊いておりました。である日、それは夏、料理をした後、夏だからやっぱ腐っちゃうっていうのもあって、冷蔵庫にやっぱり入れるもんやんか、残った分は。やけどお米は早々と炊き上がったら冷凍にするとかだったらあるけれども、冷蔵庫っていうのがなんかあんまりイメージないからさ、夏場やけどそのままコンロの上に置いておったんよね。朝になりましたと。でご飯食べるやんか。ほんで大学行って帰ってきたのが確かあれ2時とかだった気がする。まあランチ食べてなかったからさ、家にはご飯あるからってのでね、帰ってきてご飯食べようっていうふうに思って、チチチチチチとね、ガスコンロ火出すわけ。干したらな、鍋の蓋してたんやけれども、鍋の蓋ガラスだったからね、まあ、水滴もついてぼんやりとしか見えないんだけれども、よく見たらね、お米たちがダンスしだしたんよ。米めっちゃ踊ってるやんと思っていたんやけれども、火をつけて1分もしないうちにね、そのお米たちが一気に、ちょっと三角の注ぎ口があるタイプのお鍋だったんだけども、そこ一点めがけてお米たちがわーっと上に上がってきたんよ。昨日炊いたご飯だよな、しかも今朝食べたばっかなんだけどみたいな。よく見てみるとね、恐怖、1匹のハエがおったん。悲鳴よな。つまり白い芋虫たちの正体、ウジ。やっぱ初めて見た。なんて気持ち悪いんだと思って、お米かウジか見分けが区別がつかないほど、なんかみんな一点集中大名行列みたいな出て、生命が誕生してると思って、とりあえず溢れてくるのも怖いから火止めてさ、ビニール袋に入れて口結んで、はぁ、はい、もう出てこない、ウジも出てこない、よかったって風になったんやけれども、この後どうしようみたいな。ウジを栽培した思い出ポロポロなお鍋を今後も使えていくっていうことを考えるだけにね、これマジやばいかもって思ってゴミ箱に入れたわ。もうウジなんてもう裸足の弦の世界だからさ。でこれらの話で私が何言いたいのかというと、夏場でもご飯放置すんなっていうのと、テニスボールを踏むなっていうのと、もしもの時のためにちゃんとパソコン保護するもの入れておきましょうの、この3つで。そんなブロックして知らせてくれたっていうこのツール、私ずっと長年使ってるんですけれども、今日は今からそれをちょろっと紹介したいと思います。それは業界最大手で一番評価の高い、そしてユーザー数も一番多いノード VPN です。汎用性高いから、本当にものによっては日々のコストを抑えることができたりする、裏技もあったりするで、ノード VPN のメリットをいくつか紹介していきたいと思います。1つ目、セキュリティが急激にアップする。ノード VPN のセキュリティは軍事レベルだと言われていて、簡単に言えばプライバシーを守ってくれます。自分の住まいとかクレジットカードみたいな個人情報を漏洩しないようにしてくれたり、あとはパソコンなんかで仕事をしてたら、そういう仕事内容を漏洩させないようにするとか、安全にインターネットでいろいろポチポチすることができるという。でしかもあれだって、優秀なハッカーでも解読に数百年かかると言われてるほど暗号化してくれるんです。数百年やってもう生きてないからみたいな。でしかも、で自分がつなぐサーバーってのも選べるから、例えばアメリカのサーバーで繋いでいた場合、実際は日本にいてもインターネット上ではアメリカにいるようにカモフラージュしてくれるっていうことだからな。ちゃんと隠して選べるってすごいよな。2つ目、邪魔なネット広告がなくなります。ネットショッピングなんかで見た商品の広告が出てきてたりとか、トラックされてるって思うやん、あれな。他にはサイト開いたらポップアップで出てくる広告とか、邪魔で仕方ないやん。あれも全部ノード VPN のサイバーセキュリティ機能を使えば全てブロックしてくれるっていうね。ただでさえストレス社会やからな、そういうところのストレスもちゃんと排除できるっていうの、生きやすい生活にしてくれるみたいな感じでええよな。3つ目は快適サクサク。ノード VPN はノードリンクスっていう独自の最速プロトコルを使用してるから、快適にインターネットを使用することができます。なんかの調査によると、たった 2% しか回線速度の低下が見られなかったらしい。まあもちろん物にもよるかもしれんけど、大抵 VPN つなぐとなんか遅延したりとか、アマプラとかネットフリックスとか見るとき遅くなったりするみたいだけれども、それをしないっていうのはこれ、快適に使えるから助かるような。4つ目、世界各国のネットフリックスとかアマプラの作品を見ることができるということ。ネットフリックスとかアマプラとかは国によって見れる作品を制限しています。これ海外にいるとね、めちゃくちゃ不便なんだけど、いわゆるネットフリックスとかは利用者の国の IP アドレスで判断してるから、国によって見れる作品とかその数、内容っていうのを制限してるんです。私がイギリスにいるときは、日本の Amazon プライム会員だったら、日本だったら普通に見れるものも見れないものめっちゃ多くなっちゃうからね。これ不便やった。でもね、これがあるとサーバーを日本に接続すれば、イギリスからでも日本の作品を難なく全部見ることができます。それ逆もできて、日本で制限されている作品をサーバー海外にすれば、それ見ることができるっていう。ノード VPN は50カ国以上に接続することができるから、世界中のネットフリックス見ることができるって思ったら便利やな。ちなみに私これ見つけたんやけど、ネットフリックスの総作品数、チェコだったら日本よりも200多いから、チェコのネットフリックスにつなげば200作品多く日本より見ることができるみたいな。すごい。
そこまでして見るかみたいな。5つ目は日本未上陸のサービスを使うことができるということ。さっきと同じサーバーを変えることによる理屈で、日本に未上陸のストリーミングサービスといえば、例えばパラマウントとか HBO MAX、 韓国のウェビーとか、東南アジア版のネットフリックス、イフリックスとか、いろいろある。6つ目はサブスクの月額料金が安くなる。普段使ってるネットフリックスとか YouTube プレミアムのあの金額って国によって違うんです。日本だったら例えば、ネットフリックスでベーシックプランだったら990円。それがトルコだったら300円とか。日本では YouTube プレミアム、例えば1180円だけれども、アルゼンチンだと200円とかだからね。安くしたい人はやってみたらいいかもしれん。これ、裏技よな。VPN を使って、その月額料金安くするやり方って、ググったら出てくるから、それやってもええかも。これとかね、月額90円でネットフリックス。すごいな。ノード VPN はパソコンとかスマホ、タブレットとかでも使えて、一つのアカウントにつき5台まで接続できるから、家族でシェアできるっていうのもなんか最強やな。実際に私のアカウントでお姉ちゃんとお母さんに使わせとるから、経済的にも OK みたいな。ノード VPN から特別にクーポン発行してもらいました。コードはカノン。2年契約だと最大4ヶ月ついてきます。詳細は動画の概要欄から。はい、っていう感じでトラブル話しました。こういうことがあるとマジ怖すぎてやばいんだけど、信頼して開いたメールがさ、まさかのコンピュータウイルスとか書かれるとさ、マジビビり散らかしてさ、しかも返信したら帰ってこなくなるわ。でもなんか怪しさ満点でしかないんだけど、助けられたってのがあるから使っててよかったなって思う実感が湧いたよね。まあいろんなトラブルというか怖いことあったりもしたけど、強く生きていく。そういえばさ、最近新しいマグカップを買ったんです。じゃじゃん。最近ドハマりしてるちいかわ。通販サイトでは売り切れてたけど、実店舗ではまだ売ってたわ。中身はね、ちょっと飲む量少なくなっとるけども、カブトムシをね、抱っこしとるというね。まだこれ使ってないんやけど。